どうも、青木かのんさんの彼氏のわたるです。今日はですね、前回のジョジョ園弁当すり替えドッキリに引き続き、高級寿司でドッキリをやっていきたいと思います。イエーイ。一つ目が高級寿司、なんと値段が8000円になります。持ってるだけで緊張しちゃうんですけど。で、二つ目がですね、普通のスーパーの500円のお寿司になります。コンビニのサンキュッパのお寿司になります。ただこの商品たちをただ入れ替えても、前回のこともあるので青木香音さんに気づかれてしまう可能性があるので、一旦このティファールのですね、フライパンにお寿司をすべて入れてですね、すいません、ちょっと引っ越したばっかで大きいお皿がないんですけど、ここに取り分けて香音さんにお寿司パーティーだって言って動画を撮ろうというふうに言いつつ、すべて騙すっていうのもかわいそうなんで、こちらの高級寿司から本人がまあ大好きなですね、大トロとイクラに関してはお皿に取り分けて渡したいと思います。果たして香音さんが自分が食べてるお寿司が激安寿司だと気づけるかどうかっていうのをちょっと検証していきたいと思います。バカ。おー、これが8000円の高級寿司です。このフライパンの右側に今から配置していきます。ウニです。綺麗だな、色ツヤがいい。これがカノンさんが大好きなイクラになりますね。大トロですね。めちゃくちゃ綺麗だな。でも気づかなそうだな。見た目はあんまなんかわかんなそうだな。ネタの大きさにそんなに差はないんだよな。こっからこっちが500円ゾーンで、こっからこっちが8000円ゾーンで分けて、で、カノンさんにはあらかじめこっちが500円寿司っていう風にお伝えして、こっちがですね、サンキュッパ寿司だよってことは事前にちょっと言って、カノンさんの反応を見ていきたいと思います。ちょっと来たんで扉開けてきます。よっしゃ。ああ、明かり閉めて。寒かったっしょ。寒いよ。体。いや、なんで、あ、もうセッティングしてんだ。してる。大食いじゃないよね、でもこれ。大食いじゃない、普通に最近企画もの多いとかいう話だったんで、コメントでよくあって、まったり系の動画もちょっと撮ってみようっていう感じで。今日は寿司パーティーっていう体で。寿司パーティー誰がみんなこんなとこ。お腹すいたっしょ。うん。ああ、なにこれ、スマホで撮ってんだ。ああ、そうそうそう、セッティングした。カメラの画質大丈夫かな。大丈夫っしょ。大丈夫。回してんのか。前も言ったけど、引っ越したばっかでさ、皿なかったからさ、とりあえずグダグダだな。え、でも普通に美味しそうじゃん。これどこのお寿司これ。いや、これ普通にスーパーの。あ、そこの行きます。お寿司。ちょっとこのフライパンでただ食うのもちょっと味気ないんで、一旦、うん、紙皿に、うん、俺が取り分けるんで。あ、いいんですか。うん、よいしょ、うん、え、でもこれカメラ見えてなくない。あ、見えてないか。はい、はい、どうぞ。挨拶したいと思います。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。俺も挨拶見やかにかな。したんかい。え、なにこれ、ドッキリ。え、あ、ジョジョ園の件があったかな、うん、いや、さすがにもうしないよ。だから言ったじゃん、さっきも。なんか企画も多いから、まったり動画って多分撮ってないよね、まあ、だから今日は普通に寿司食べながらいろいろ話できたらななんていうぐらいの手だから。いや、本当で、だって普通になんか同じ感じじゃない？ネタどれも変わんないでしょ。これ入りきんなかったんですか。でもこっちサーモン系多いよね。なんで。たまたまだね、本当。ここに関してはちょっと見栄えも意識して、こっちの方がなんか高そう。高そうっていうか値段一緒だから。あ、一緒なんだ。サンキュッパから500円ぐらい。こっちの方が美味しいに決まってんじゃん。え、めっちゃうまそう。え、早く食べたい。じゃあもう食べていい。あ、いや、俺が取る。なんで。え、なんで。いや、普通に取り上げ、これ。いや、全然全然、そんなちょっといい彼しぶる。疲れてるだろうかな。好感度上げに来るってことね。そう、了解です。好感度上げたいなと思って、はい、行きます。うん。こっちの方が美味しそうじゃん。え、こっちの方が美味しそう。いや、マグロって言ったらこっちでしょ。じゃあこっちも乗せる。マジで。うん、はい。オートロマスターだからね。オートロキラーだから。じゃあいくらも2つあげるよ。本当に。え、マジで、うん、いくら嫌い。いや、別に嫌いじゃないけど、数の子は嫌いだけど、他全部好き。マジで、うん、いいよ、食べな。出て、勢い勢い強くね。怖い怖い。ストレス溜まってんな。いただきます。はい、いただきます。あー、美味しそう。やば。
とわさび使わせてもらいます。どんどんどん、うん、おいしい。あ、イクラが喉に引っかかった。イクラって引っかかる。うん、このマグロ、うん、うんうまそうな顔してるわ。めっちゃうまい、このマグロ、うん、やば。こっちも食べよう。これサンキュッパー。それサンキュッパー。うん、あ、でもね、やっぱ違うわ。100円の差がわかる。わかる。えぇ、それだっていろんなお寿司食べてきてますから。お寿司マスター。お寿司マスターですから。シャリが違うんかな。そう、シャリがね、違う。なんかシャリシャリしてる。わかんない。バカ舌かもしれない。イクラ、ペース早いね。さっきのイクラと全然違うんだけど。え？全然違う。全然違う。なんかプチンって破裂する。ちゃんとしっかり破裂する。しっかり破裂する。うん、これ大トロ？もしかして中トロ？何なんだろう、ちょっとあんま分かんないんだよ。なんかこれ、なんかステーキみたいな色してる。大トロとか中トロとかその類で、ね、多分。ああ、うん、500円で食べれるんだね、中トロとか大トロが。いや、うちさっきのが美味しいと思う。さっきのが美味しい。うん、さっきのが美味しい。ちゃんとしっかりとこう、なんかマグロを食ってるみたいな。大間の漁港が見える。なんかこっちの方が、なんか色が新鮮。だから敏感になっちゃってるもう。ほんと？なんでも変わんないもん。だって値段見たでしょ、さっきの。だっておかしいじゃん、だっておかしいもん。だって最初に動画回してるっていうのがさ、怪しくない？さすが YouTuber だね。うまいじゃん。なんかあんじゃないかなって思っちゃうね。うん、普通に飲む、全部美味しいでしょ。うまい。うん、っていうことで幸せ。うん、じゃあちょっと動画用にパーンってしてもらえますか、プロ彼氏さん。プロ彼氏ってもやばいじゃん、なんか契約してるみたいじゃん。契約。これやめろ、これこれ高級寿司とかないですよね。だってここに今載ってたじゃん。まあ前回弁当ね、中身入れ替えたりしちゃうからね。でもさっきさ、テープしちゃったじゃん、しっかり。あー、そっか。吸引力。うん、まあ恥ずかしいんですよ。なんか、何二人で腕組んで。おかしいんだよ、これ。なんかな、恥ずかしいんだよね、動画で。もっと、距離感を縮めたらどうみたいな言われるんだけど。でも十分近いよね。うちそういうの苦手だもん。甘えるの苦手なんですよ。長男だったから。寿司全部美味しかった？うん。美味しかった？美味しかった。さっきさ、マグロになんか言ってたじゃん。2種類。大トロっぽいやつと。そうそうそう。普通のスタンダード。普通の、うん。スタンダードのこうさ、うん、あ、うまいとか言ってたじゃん。めっちゃ美味しかった。なんかあれで漬けっぽく、なんか美味しかった。ああ、マグロ漬けだね、うん、なんか感じだった、うん、一番うまい。マグロマスター、マグロキラーですよ。シュキシュキ、大間マスターです。ほんと？ちょっと待って、なに、またなに、これね、もうやめてよ。ほんとになんか気づかない、なんか気づかないって怖いんですけど。じゃあ正解言うね。半分からこっちが500円寿司で、こっからこっちが高級寿司で、値段が8000円。すごくない？ 8000円。そう、10貫ぐらいしかなかったじゃん、8000円だから。1貫800円とかで、でも美味しいって言ったのは500円のマグロの寿司。バカ舌かよ。ただ全てその500円寿司だとかわいそうなんで、はあ、大好きな大トロとイクラは取り分けしておきました。で、うちが美味しいって言ったのが、だから500円寿司。バカ舌かよ。あの、ネタによって違うから、あれは多分1000円ぐらいいってんじゃないかな。いや、その500円寿司の方が美味しかった。本当に、うん、バカ舌だね。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok もありますので、画面の下からフォローしてね。また次の動画でお会いしましょう。